園コミュニティカレッジで職員をしている宮城と言います。今日はですね、週末にもかかわらず参加していただきありがとうございます。今ですね、キャンパス内コロナの関係でちょっと生徒も少ないんですけど、この写真実はですね、つい最近撮った写真です。ね、しかも、プロじゃなくて私が撮りました。キャンパスなんですが、このように、中庭がありまして、その中庭の周りにキャンパスが広がっているのが、KCC の、特色です。で、次の写真を見てもらおうと、上から見てもらおうと、さっき前のスライドで見たのは、ちょうどこのキャンパス内の、真ん中の中庭です。で、実はですね、キャンパス結構広くて、駐車場も結構あるんですね、こちらの方に。で、皆さんも多分ご存知だと思うんですが、KCC のファーマーズマーケット、土曜日の朝やってるマーケット、実はですね、KCC の駐車場でやってます。で、ダイヤモンドヘッドは、本当キャンパスの、目の前、道の反対側です。で、皆さんの知ってるこのワイキキも、実はですね、本当にもう車、バス、大体10分ぐらいで行ける、とてもですね、近くに、とてもある、バスでも来れるので、とてもこう立地条件もいい場所に位置してます。で、私たちの学校なんですが、ユニバーシティ・オブ・ハワイ・システムといいまして、ハワイの大学の、機構です。で、実はですね、このハワイ大学というと、全部で10校から成り立っている、総合の学校です。で、皆さんの知っているハワイ大学というのは、実はですね、私たちはマノア校と呼んでます。こちら、私たちのですね、本校になりまして、生徒数も大体2万人ぐらいいる、とても大きな州立の学校。で、2番目のですね、4年生の学校は、このウェストオアフ校と言いまして、名前の通り、オアフ島の西にある学校で、どちらかというと、アウラニリゾート、氷な、そちらの方にある、キャンパスで、主に調理とかビジネス、クリエイティブ・ミディアが、有名な4年生の学校。で、最後のですね、3番目の4年生の学校、ハワイ大学内で、こちらはヒロ校と呼んでます。こちらの学校では主にですね、海洋学とか、天文学が有名な学校としても知られています。で、残りの7校、こちらはコミュニティカレッジ。こちらのコミュニティカレッジはですね、各島にあるんですけど、カワイ島に1校、オアフ島に4校、マウイ島に1校、そしてハワイ島に1校。で、どうしてこうオアフ島に4校あるかというと、オアフ島はですね、人口の80%が住んでいるので、人数も多いということで、4校あります。で、その中の、留学生が一番多いのが、このカピラニコミュニティカレッジ、私が所属している学校です。で、ほとんどのですね、現地の学生も、留学生もコミュニティカレッジから始める学生が多い。どうしてかというと、アメリカの、学位というのはですね、最初の1、2年生は一般教養の勉強をする。で、専攻科目の勉強は3年生から勉強するので、その最初の1年間を、コミュニティカレッジで過ごして、で、2年間終わった後に編入する学生がほとんどです。で、この編入する際にあたって、この3校、先ほど説明した3校の4年生は、同じハワイ大学のシステムなので、実際に願書の提出がいらないんです。ということは、コミュニティカレッジを終わると、直接4年生に上がれることができる。誰でも上がれるということではなくて、必ず評定平均4.0のうち2.5あれば上がれます。そしてですね、4年生の方に編入した後に専攻科目の勉強をする。で、特にハワイ大学マノア校、本校では80以上の専攻科目があるので、ほとんど多分皆さんが探しているような専攻科目を見つけることができると思います。しかもギャランティーで入れる。これがですね、このハワイ大学システムのいいところです。で、ハワイ州内で、一般教養を勉強した後、ハワイ州内、じゃあどこの学校にみんな編入するのか。ハワイ州内で見てみると、もちろんこの3校はハワイ大学系列なので、州立の学校。入りやすい。ね、入りやすいというか、願書なしでいけるというメリットがある。ただですね、中にはですね、この州立の学校ではなくて、もう少しこじんまりした私立の学校、ハワイ・パシフィック・ユニバーシティっていうんですけど、
こちらの方に編入する学生も中にはいます。でこの4校ですね、授業料どう違うのか、まあ、見てみるとこんな感じです。ハワイ大学マナー校が一番左、そして、2つの州立の学校、同じ系列ので、一番右に、私立の学校です。で一番下に書いてあるこの3万3000ドルとかハワイパシフィックの2万9000というのは通常の授業料です。なので、例えば KCC2 年間行った後に編入したい、ただ編入するときに KCC での成績が良かった、4段階評価のうち評定平均が 3.3 以上あるとハワイ大学の授業料はですね安くなります。通常3万3000年間にかかるのが年間1万6000ドルで行くことができます。でこれ奨学金というのは日本の奨学金と違って返済の義務がない奨学金なので、この1万6000のままです。これがまあ留学生がもらえる奨学金で、一番右の方を見てもらうと、ハワイパシフィック私立の学校、まあいろいろ奨学金ですね、どの評定平均で奨学金出るか違います。ハワイパシフィックの方では 3.0 からもう素晴らしいですね、奨学金出ます。なので中には留学生 KCC 卒業したんですが評定平均が 3.2 だった、そうするとこの奨学金ハワイ大学マノア校からは出ないです。でも 3.2 持っていればハワイパシフィックの方では1万7000ドルで通うことができます。なのでこう授業料を考えて、まあ、経済的に見てハワイパシフィックの大学の方に編入する学生も中にはいるということです。まあ、この辺はですね、ちゃんとお父さんお母さんたちと話をして、まあ、どこに行きたいか決めてください。で実はですね、2年間コミュニティカレッジを卒業した後に、まあ、もちろんハワイ州に残ってそのまま4年生に進学するのもいいんですけど、中にはですね、こうハワイ2年間いた後にやっぱりこうアメリカ本土の方でも勉強してみたい、やっぱりこうハワイの文化とアメリカの本土やっぱ文化が違う、まあ、ある意味東京と沖縄はちょっと文化が違う、こんな感じです。なのでですね、中にはこうカリフォルニア州の方にある大学行ってみたい、ニューヨークの方に行ってみたい、これはあくまでもサンプルです。これ以外にも何千という大学に編入することが可能です。ただこちらの編入する場合は、ハワイ大学の系列と別になりますので、必ず願書を出して審査をしてもらって入る入学になります。ただハワイ大学の中では同じ系列なので自動に入れる、まあ、このようなメリットの違いがあります。で学校によって、入学できる最低のこの評定平均 GPA の違いもありますし、州によって授業料も違います。例えばこのユニバーシティオブオレゴン、このオレゴン大学、GPA 2.5 って書いてあります。ただ授業料はここは確か年間4万5000ドル以上します。で今出てきたこのユニバーシティオブブリッジポート、こちらはですね、私立の学校なんですけど、授業料は6万ドル近いです。なので、大学によってさまざまな授業料が違うので、その辺もですね、もし本土に行くのであれば、あらかじめ行く前に授業料とか、どのような奨学金がもらえるか、留学生、調べた方がいいと思います。まあ、あるいは、私たちの一般教諭のアドバイザーに相談してもらって、そういうのを調べてもらうことも可能です。なので、まあ、本当にこうハワイだけではなくてアメリカ本土に行くオプションもあるのが、まあ、このハワイ留学のいいところです。で中にはですね、2年間海外でやりました、やはりでも海外の大学は高い授業料が、しかもアルバイトもなかなかできない留学生として、まあ、どうしても金銭的に日本に帰りたい場合、まあ、日本にもですね、多くはどうか分からないんですけど、いくつかの学校、大学は3年中の編入認めてくれる場所あると思います。ただ今からここで紹介する3校については、ちゃんと KCC を卒業する、そして GPA もなかなかいい、そして学長からの推薦ももらえるとなると、ほぼインタビューだけで入学をできる学校になっています。一つはこの関東学院大学。こちらはですね、どのようなメリットがあるかというと、
まず入学金免除してくれる。そして、編入生は後期から始まる。だって編入生は4月から始まるんですけど、もしこの日本でいう後期、9月ぐらいでしたっけ、大学始まるの。そこから入学できるのであれば、無料でクラスを取らせてくれます。なので、ある意味、ワンセメスター1学期間無料みたいな感じです。まあ、そのようなメリットが関東学院にあります。大手門学院大学の方では、入学金免除、プラス、3年生の授業料を、標定平均 KCC で 3.0 以上あれば免除してくれます。で、4年生の授業料は、大手門学院大学の在籍中の成績 3.2 以上あると、4年生もさらに免除してくれる。まあ、そのようなメリットがあります。さらに神戸国際大学は兵庫県にあるんですけど、こちらの方では入学金を免除してくれるというまあメリットが用意されています。まあ、この3校、KCC の学長の推薦があるとほぼ入れます。まあ、このようなですね、特別推薦編入枠も一応設けています。で、コミュニティカレッジ。まあ、もちろん私たちの学校には3校は4年生の学校、7校がコミュニティカレッジ。まあ、もちろん4年生から始めてもいいんですけど、まあ、私としてはコミュニティカレッジから始めた方が、授業料がセーブできる。なぜかというと、先ほどですね、まあ、堀田さんの方から HC の話があったと思うんですけど、だいたいコミュニティカレッジの、まあ、平均の金額は1年間8000ドルぐらい。そして4年生の学校の方に行くと、ハワイ大学3万3000ドル。4分の1の授業料で大学に行くことができる。これはコミュニティカレッジのいいところです。そしてコミュニティカレッジですね、比較的こう入りやすい。誰でも入れるチャンスがある。コミュニティカレッジ KCC の場合では、英語力があると入れます。SAT とか ACT とか、そのようなまあ試験がいらない。そして高校の成績もいらないです。なので、英語力だけで入ることができる。まあ、もちろん、ちゃんと勉強しないと卒業できない。で、中でも頑張れば、編入の際にまた奨学金を下りる。まあ、これがですね、コミュニティカレッジのいいところです。そして、コミュニティカレッジ、少人数制、一クラス大体20名マックス。なので、先生とも仲良くなれる。友達も作りやすい。そして、コミュニティカレッジのまたいいところというのは、まあ、2年間で終わりではなくて、またその先がある。4年生に編入できる。まあ、この辺はですね、日本の短大とはまたちょっと違うシステム。これがまあコミカレです。コミュニティカレッジ。で、中にはですね、留学生、まあ現地の学生もそうなんですけど、全員が全員4年生目指しているとは限らないんです。中にはこう職業訓練コース、2年間、まあ1年間、あるいは2年間、職業訓練コースの方に入って、卒業した後に就職したいとか、まあ、あるいは留学生であればインターンシップをしてみたいという方であれば、コミュニティカレッジの方では職業訓練コースというのがありまして、1年間のプログラム、もしくは2年間のプログラムに分かれています。まあ、この辺ですね、もうちょっと詳しく後ほど説明します。で、ハワイですね、ハワイの、まあ環境、いいところというのは、まあ、治安がいい。先ほどはまた HEC さんのスライドの方であったと思うんですけど、ハワイは、都市の中でもとても治安がいい。ガンの規制も厳しい。そして今ですね、多分皆さんよく聞くと思うんですけど、アメリカの方ではマリファナは合法です。ほとんどの州。ただハワイではマリファナは吸えません。ね、違法なので、そういうところもこう厳しい。まあ、ある意味ちょっとハワイは保守的なまあ州でもあると思います。そして自然災害も、まあ、日本は結構台風来ますね。でもハワイはハリケーンと言います。この日付変更線のこっち側が台風、こちら側がハリケーンみたいだそうです。で、実際にこうハリケーンがオアフ島に来たのは1992年と98年。で、大きな地震があったのも1868年。この地震というのは日本みたいにこのプレートのずれではなくて火山関係なので、オアフ島ではなくてハワイ島です、地震の方は。なのでオアフ島は比較的こう安全な島でもあります。そしてですね、こうハワイはまあどちらかというとこうアジア人が多い。まあ、アジア人とか
白人、あとはポリネシア系の人、そしてミックスの人たち、大体平均しているので、こう人種差別っていうのがあまりないのがこうハワイのいいところ。で最近ちょっとまあ聞いてないんですけど、この間まで結構ヘイトクライムとかニュースでやってたと思うんですけど、あまりそういうのはハワイでは聞かないです。あとはですね、ハワイとてもこうフレンドリーな州としてもこう知られているんです。今はちょっとこうコロナの関係で日本からの観光客は少ないんですけど、コロナ前、2019年前ですね、その頃は本当にこう日本人の、平均の、ハワイに来る人数というのは1日だいたい4000人です。今は結構こう少ないんですね、まだ。ただこれから元に戻ると、もっと増えると思います。ただアメリカ本土から来る観光客はもう今はたくさんいます。もう以前のハワイみたいな感じなほど観光客が多いです。であとですね、よく聞かれる質問なんですが、留学生どうやって通学をしているか、ほとんどですね、皆さんバスで通学します。これ今写真があるのは、KCC のキャンパス内の駐車場に入ってくるバスの写真です。なのでバスはですね、実際にこうキャンパスの中まで来るので、とてもこう便利、しかも安全です。で、バスもですね、学生費としてお金をチャージされてます。1学期間40ドルされているので、まあ、本当に1ヶ月10ドルで乗り放題と思ってください。まあ、もちろん車でも来れるんですけど、駐車場にはですね、台数の限度があるので、バスが一番いいと思います。あとはですね、先ほどこう堀田さんの方からもですね、話があったもんですけど、気候はですね、とてもこう一年中夏、なので冬服もいらない。まあ、結構こうカジュアルな、まあ、島の環境なので、あまりこうブランドものとか集める必要もないと思います。その意味こう、お金がセーブできる。そしてですね、今度、堀田さんの方からもですね、ドン・キーホーテの写真をもらおうかと思ってるんですけど、まあ、実はハワイですね、日本のこのスーパーたくさんありまして、ニジアとかドン・キーホーテとか、まあ、本当にこうワイキン中の日本食のレストランは行く必要ないです。そのような日本のスーパーに行って日本食は安く買えるので、そういうことをすることによって、まあ、お金がセーブできる。で、親の仕送り食べ物一切いらないです。結構ハワイに物を送ると箱絶対開けられます。そこにですね、カップラーメンとか入っててチキンエキスとか豚って書いてあった時点でもうこれはですね、税関の人のランチになります。なので絶対にこのね、肉パウダー入ってるのも取られるので覚えててください。で、あとはですね、まあ、先ほども言った少人数制のクラスなので、まあ、とてもこう友達も作りやすい、先生とも仲が なりやすいという、まあ、いい環境。ただ生徒が少ない分だけ、日本の大学とは違って先生が生徒によく質問する、アメリカの学校は。なので必ず授業中質問されます、先生に。なので生徒は必ず予習復習をしないと、授業の参加なかなか難しいです。ということもあって必ず勉強をしなくちゃいけない。で、4年生の学校に行くと最初の 1,2 年間というのは一般教養です。1クラス200人300人います。いてもいなくてもわからない。先生も質問はしないということは怠けてもバレないです。ただコミュニティカレッジはですね、そういうふうにはいかないです。で、どうしてコミュニティカレッジを選ぶかというと、まあ、すべてのコミュニティカレッジ持っているものは一緒ですし、すべてのコミュニティカレッジ一般教養あります。だけど、職業訓練コースというのは、その州、そのコミュニティカレッジによって持っている専攻科目が違うんですね。まあ、ハワイ、まあ、KCC というのは一番ワイキキに近いコミュニティカレッジということもあって、こうホテルの勉強したいとか、調理とか、ツアリズムに関しては KCC では素晴らしい環境だと思います。で、2021年のベストコミュニティカレッジのランキングを見ると、KCC は、50番です。まあ、これもですね、1000近い学校の中の50番ということなので、結構こう生徒の満足度も高い学校としても知られています。
この学校ですね、私たちのコミュニティカレッジ、どうやって入学をするか、まあ、入学試験っていうのはないんですが、留学生にとってはある程度の英語のスコアを持ってないと入学できないっていう、こういうポリシーがありまして、学校の。で、どのようなスコアがないと入れないかというと、このような感じです。見えますか？まあ、3つの入れる場所がありまして、この一番上のカレッジの ESL100、この ESL94 というのは、大学生としてみなされるところです。入学の場所です。で、このオレンジ、黄色、このオレンジ色っぽいところ、これはですね、大学に入れないんですが、まあ、ある程度の英語力があるので、大学の準備コースから始められるスコアです。まあ、英検で見ていただくと、準備コースに入るには、まあ、最低2級、あるいは準2級が必要です。で、例えば2級の A 判定、2級の合格者の中で2150点以上持っている学生であれば、とりあえずこう ESL の94を取りながら、大学のクラスを一緒に取っていいですよっていう場所です。で、あとは生徒さん、英検の1級持ってるっていうのであれば、本当にもう現地の学生と同じクラスを初めのセメスターから全て取ることができます。なのでですね、まあ、このスコアを見て、自分がどこから始められるか、どういうパターンがいいか、もしよかったらこう HEC の方に、まあ、問い合わせをしてみてください。ただ、このスコアがないと、最低英検で2級あるいは12級がないと入学はできない。ということは、まあ、KCC の提携をしている、まあ、ワイキキ内、まあ、ホノルルにあるこの語学学校から始めることも可能です。で、語学学校から始めてそこから編入という学生も中にはいます。で、こちらがですね、まあ、ちょっと簡単なスタートポイントをちょっとグラフにしてみたんですけど、例えば英検の準2級、2級がある人っていうの、ある制度っていうのは、この IEP プログラムから始めてもらいます。で、これがワンセメスター終わります。1学期間取る。それが終わると、この矢印のこのプレイスメントテストって書いてありますね、グリーンの。もうプレイスメントテストの結果によって、準備コースの後、92に行く。ESL の94。あるいは ESL100 に行く。これはプレイスメントテスト次第で次の学期どこから始まるか決まってきます。中にはですね、英検の2級の A 判定を持っている学生であれば、この、ESL の94を取りながら、このカレッジの100番台のクラス2つ取ることができます。この100番って書いてあるのはどういう意味かというと、100番の 学科というのは大学1年生です。大体。で、200番台のクラスというのは大学2年生のクラスになってます。で、94を終わると、その先生のレコメンデーションにより、次 ESL の100、取れるか取れないか決まります。で、英検の1級を持っている学生は、すべて最初から大学のクラスをすべて取れます。で、この ESL の92と94というのは、大学の卒業単位にはならないです。その辺は覚えておいてください。すべて100番以上ないと、卒業単位には数えてもらえないです。で、これはまたですね、ちょっと同じような、ちょっと重複したようなこうインフォメーションなんですけど、まあ、英検の2級、12級持ってると、例えば秋学期から来た場合は、この準備コースを取る。で、スプリングセメスターから ESL 92、あるいは94、プラス、まあ、観光の勉強したいのであれば、このようなホスピタリティのクラスを取ることができます。で、大学に入った学生、例えばこの学生は、例えば英検の2級の A 判定持ってた。このフォールセメスター、秋学期からは ESL の94プラスホスピタリティのクラス、まあ、2つぐらい取れます。で、並行して。で、次の学期、スプリングセメスターからすべて大学のクラスを取ることができます。で、大学になったら、先ほど言った、まあ、ホスピタリティのクラスっていうのを見せたんですけど、まあ、準備コースが終わって ESL の94、
まあ、92でもいいんですけど、大体どういうクラスを留学生は取ってるかっていうと、まあ、アート関係ではこのようなクラスです。セラミックとか、スカルプチャーとか、フォトグラフィーとか、まあ、写真とか、水性画とか、ドローイングとか、まあ、このようなですね、一般教養のアートのクラスを取ることもできますし、中にはミュージック、ね、ウクレレ取りたければ、ウクレレも取ることもできます。ウクレレのクラスも実は卒業単位になるんです。一般教養というのは、もちろんこのね、こう数学とか、理系ですか、文系取らなきゃいけないんですけど、一般教養の中にはハワイの文化も取らなくてはいけないって決まりがあるので、こうウクレレも取ることを勧めます。そして、すべての学生、外国語、取らなきゃいけないんですね。必修です。ただ、留学生は元からその外国語をしゃべるので、取らなくても OK です。ただ、現地の学生は必ず取らされます。でもね、せっかくこうハワイに来てて、もしこうコリアンとかチャイニーズちょっと勉強したいのであれば、取ることも可能です。あと、数学のクラス。数学のクラスは必ず必修なので、取らなくてはいけない。一般教養を卒業するにあたって。そしてですね、まあ、ダンスといえば、フラのクラスとか、ハワイアンスタディーズ。このような、文化のクラスを取ることも可能です。まあ、この辺がですね、すみません、まだありましたね、こっちの方に。ホスピタリティ、ミュージック、いろいろあるんですけど、まあ、このようなクラスが、まあ、大学になった新入生が取るクラスの、まあ、参考です。これ全部取るということじゃないです。この中からいくつか取ればいいんです。なのでね、自分のこう興味のあるクラス取ることが可能です。で、実はですね、いまだにこうハワイ、私たちこうテレワーク、そしてクラスも対面あるんですけど、どちらかというとこうオンラインのクラスが多いです。なので通常の、生徒数ちょっと違います。なので、まあ、コロナ前、2019年の秋まではだいたい平均していつも同じ感じでした。なので通常で言うとだいたい、まあ、6500人ぐらい生徒がいます、常時。で、留学生はその10%。なので、よく見ると90%が現地の学生、10%が留学生です。で、留学生の中でも一番多いのは、まあ、日本人の学生、そして韓国の学生、中国、台湾、ベトナムといいます。で、全体的に見ると45カ国ぐらいから生徒が集まってる。で、日本人の学生ですね、300人って聞くと、わあ、すごく多いって思われがちなんですけど、実際にはですね、6500人いるうちの、まあ、335名なので、まあ5%ぐらい、4%、5%です、日本人の数は。なので、そこまで多くないと思います。そして、1クラス20名なので、本当に1クラスに1人いるかいないかが、大体人数です。まあ、もちろんですね、日本人の学生に人気のある学科、観光とかなると、もしかしたら1クラスに2人、20人中2人、もしくは3人ぐらいいるかもしれないです。で、ここに下に書いてある、留学生に人気のある専攻科目。一番人気があるのは一般教養。まあ、これはですね、大体70%の留学生がこの一般教養を勉強して、その後に、まあ、編入、ハワイ大学、あるいはアメリカ本土の方に編入がしたい学生がいるということです。で、2番、3番、4番、5番というのは職業訓練コース。なので、4年生は目指してない。ただ職業訓練コースを終わった後に、まあ、インターンシップ、まあ、OPT っていう制度がありまして、まあ、OPT を使って1年間実際にこうハワイの中で仕事したい、してみたいという学生がいるのがこの学科です。職業訓練コース。で、こちらがですね、KCC で学べる専攻科目のリストです。まあ、クラスじゃなくて専攻科目。なので、この赤い字で書いてあるのが一般教養。もし4年生に行きたい学生、何を勉強するにも限らず、
すべてこのリベラルアーツを取らなくてはいけない。ビジネスを勉強したい人、エデュケーションを勉強したい人、ティーソルを勉強したい、サイコロジー勉強したい、全員このリベラルアーツを取ってもらいます。一般教養。で、結構ですね、あの留学生の中で人気があるのが、一番下に書いてあるトラベル&トゥーリズムであります。こちらは職業訓練コースで、1年間の観光業を勉強した後に、OPT、1年間働きたいという人であれば、この CA。CA の略は Certificate of Achievement。CA です。これは1年間のプログラムで、日本でいう、専門学校的な学位です。で、この AS って書いてあるのが Associate Degree ということなので、準学士号。日本でいう短大卒と同じ資格の2年間のプログラム。なので、もし生徒さんが、あまりお金使いたくない、でも、形に残したいというのであれば、このサティフィケートのトラベル&トゥーリズムを1年間勉強して、その間、その次で OPT という制度を使って1年間働くことができる。これが、一番お金を使わずに、勉強プラスインターンシップというのもあります。で、KCC ですね、ハワイ大学マノア校と違って、あまりクラブ活動がないんです。あると言ったら、本当にちっちゃいクラブなんですけど、このインターナショナルクラブっていうのが、週末、みんなでアクティビティをするグループ。で、インターナショナルカフェっていうのが、週末、みんなでボランティア活動をするクラブ。そして、左下に書いてあるこのスタディハブ、鉛筆目があります。これは図書館に行くとチューターのセンターがあるので、それを利用することによって自分の苦手な学科とか、宿題ちょっと難しいとか、いろいろそういうのを手伝ってくれる、あるいは教えてくれる、センターがあります。しかも無料です。ぜひ利用してください。そしてあと年に一度でですね、国際文化祭もあるので、こういうイベントに参加して自分の文化、文化を現地の学生、あるいは先生方に披露するのもいい場所だと思います。で、こちらがですね、費用、授業料大体いくらぐらいかかるか。Tuition というのは授業料。ワンセメスター大体4140ドル。これは12単位です。で、1クラス3単位あるので、4クラス取ると授業料は4140。大体の学生は5クラス15単位取ります。そうすると授業料は上がるんですけど、その分早く卒業できる。なぜかというと、アメリカの学校はですね、早く単位を稼いだ学生から、卒業できます。先ほど言った一般教養、リベラルアーツというのは60単位で卒業できます。なので、早く60単位を集めた学生から卒業になっていくので、早い学生は1年半で卒業する。普通の学生は大体2年、2年半。遅い人、3年ぐらいかけて卒業する学生も中にはいます。あとはですね、ヘルスインシュランスというのがあるんですけど、これは保険ですね。KCC では KCC の保険に入らなくてはいけない。昔まではですね、旅行保険でも良かったんですけど、今は KCC 指定の保険に入る義務があります。ただ KCC の保険はメディカルだけカバーするので、損害、何か壊してしまった場合とか、なくしてしまった場合、その辺のカバーはないです。メディカルオンリー。なので覚えてください。あとですね、ハウジング、寮がないので、ほとんどの学生がホームステイ、あるいはアパートをレンタルする、あるいはルームシェアをしている学生がいるので、ほとんどの学生は最初、ホームステイをして、その後に友達を見つけて、アパートシェアとか、ルームシェアが一番いいと思います。で、KCC の方では、ハウジングのインフォメーションはちょっとないので、もしよければ、HEC さんとかの方で、このハウジングとかを、どういうオプションがあるか、実際どの辺に住むのがいいのか、聞いてみてください。あとですね、大学生になるとアルバイト OK です。
ただ、アルバイトは OK なんですけど、キャンパス内のアルバイトで週20時間までがマックス。なので、もしよければ、時間にこう余裕があれば、こういうアルバイトすることも可能です。ただ、一般教養を取得して、4年生に行く学生、とても評定平均大切です。3.3 持ってると、160万円ぐらいセーブできます。なので、一般教養勉強、一般教養を学んでいる学生さんは、アルバイトではなくて、ちゃんとこういい GPA、評定平均を取れるように頑張った方がいいと思います。ただ、職業訓練コースの生徒さんは、卒業後の奨学金ないです。なので、こういうことに参加することによって、授業料をセーブすることも可能です。はい、で、奨学金なんですけど、今まで奨学金出てたんですが、2020年から奨学金出てないんです。で、このコロナの関係で、ハワイの経済も良くないですね。そうすると、大学の経済もあまり良くないみたいですね。なので、ちょっと、去年、今年は奨学金がないです。今まで本当10年以上奨学金出てたんですが、今ちょっと奨学金ストップしてます。申し訳ないです。で、最後にですね、本当この短いスライドなんですけど、この職業訓練コース、どのようにしてインターンシップにつなげるかということです。で、先ほども言ったんですけど、職業訓練コースというのは、州によって地元の産業が違います。なので、もし生徒さん、私、観光の勉強した後にインターンシップをしたいというのであれば、ハワイは完璧な、ロケーションです。しかもこう、ハワイの文化、経済を見てみると、ホテルも350箇所ありますし、年間の観光客、実は900万人来るんですね。人口130万人なのに、観光客は900万人。で、通常ですね、日本人の観光客大体まあ4000人毎日来るということもあって、日本語もできて、英語もできて、観光の知識があれば、OPT、まあ、インターンシップ、場所は見つけやすい。そして飲食店も3000箇所。そしてですね、ワイキキというのも、本当 KCC から、すぐそこ。大体ですね、5分ぐらいで、ついてしまう。とてもこう近場にあるのが私たちの学校です。なので KCC に来ると、まあ、先ほども言った通り職業訓練コース、調理、パティシエとか、調理、そして、ホスピタリティ、トラベル&トゥリズムもありますし、ビジネスといった職業訓練コースがあって、これを勉強することによって卒業後、インターンシップにつなぐことが可能です。で、このインターンシップを何て呼ぶかというと、このオプショナルプラクティカルトレーニング、インターンシップですね。これは OPT と呼んでます。で、最初の頭文字、オプショナルです。オプションです。なので、してもしなくても OK。やりたい人はこれに参加することができる。しないのであれば、帰国してもらいます。でも、この OPT ですね。こんな1年間働けるチャンス、アメリカで。あまりないです。しかも、この経験がもしかしたら、先々の就職にも役立つかもしれないということもあるので、ぜひ参加をお願いします。で、OPT は何かというと、米国移民局が認めている、1年間、学生さんが1年間学生ビザのままできるインターンシップです。なので、これ、就労ビザではなくて、学生ビザです。これはどういうことかというと、まあ、サティフィケート1年間のプログラム、あるいはアソシエートの2年間のプログラムを終えると、その卒業した学科と同じ職種であれば1年間働いていいですよという許可が移民局の方から降りる。で、このワークショップもですね、写真の撮るデミアンさんが、毎月ワークショップしてます。で、ハワイだけではなくて、アメリカ本土に行くことも可能です。これが OPT のいいところ。まあ、ハワイで卒業したらハワイに行った方が仕事は見つけやすいというのもあります。で、このインターンシップのまあサンプル、まあ、例として、ある日本人の学生は、まあ、1年間のこのサティフィケート・アチーブメントのまあ観光の勉強をしました。1年間勉強した後に、まあ、その 1年間の OPT はこの JAL のカウンターでグランドスタッフしました。で、
帰る予定だったんですが、実はこの OPP の間っておそらく25万円ぐらい稼ぎます。そうすると自分のお金だけで家賃も払えるし、食費も賄うことができるので、親の仕送りはいらないです。なので彼女は帰るはずだったんですけど、やっぱりもう1年間来たいっていうことなんで、まあお父さんお母さんがじゃあもう1年行ってきてもいいよってことなので、また KCC に戻ってきて、今度は2年生の観光の勉強をした。そうすると今度は短大資格の準学士号の観光で卒業はできました。で卒業するとまた OPT できるということなので、彼女はまた JAL の方に戻ってグランドスタッフをして、で職業訓練コースもこれでおしまいなので、彼女は今日本に帰ってって、でこれハワイで、まあ、学んだ観光、そしてこの職業訓練、ね、航空会社を生かして今 ANA で働いてます。でこういうこともできます。で最短の距離、まあ、ちょっとここにこう書いてみたんですけど、あくまでもですね、あの大学に入れる資格を持っている学生が来た場合、この ESL の94を、まあ、夏から取りました。5月からで秋学期にたくさんクラス取る16単位、春学期に16から18単位取る。そうすると1年間でこのサティフィケートの観光のプログラム終了することができます。ただですね、普通の学生12単位取るっていうことなので、18単位とか16単位かなりハードです。ただ可能です。でこういう学生の中にはいます。であとはですね、こう一般教養を卒業した後にすぐに4年生大学に編入しなければいけないんですか？そういうわけでもないです。 KCC を卒業した後に一般教養を卒業します。でも専攻科目は一般教養、どうやって職種につなげるかというと、まあ、あの OPT をする理由としては、まあ、一般教養を卒業しました、ただハワイ大学に編入した時に観光の勉強をしたいから観光関係の OPT をしたいというと許可が下りるんです。なのでこの学生は一般教養を終えた後に OPT で1年間働いて、まあ、ハワイ大学に行って観光を勉強する前に観光の知識をつけることも、まあ、兼ねてOPT をして、その後こうハワイ大学に2年間通って学士を取得した後にまた OPT できる、まあ、このような、ね、パターンもあるので、こういうオプションも覚えておいてください。で1年間 OPT をしたとしても自動編入は変わらないです。ハワイ大学奨学金ももらえます。でそうやってこの学生は今ハワイ大学の学生をしています。はい、まあ、これがですね、あの、まあ、ハワイのコミュニティカレッジ、本当にこう島にあるコミュニティカレッジなんですけど、そこからもさまざまなですねオプションあります。一般教養でもハワイ州内で編入とか、あるいはアメリカ本土に編入、もしくは日本に帰国して編入する、あるいは職業訓練コースの方に行ってから、まあ、1年間のプログラム、あるいは2年のプログラムをした後に、まあ、OPT というオプションもあるので、まあ、あの生徒さんですね、あのここに行ったらもうこのオプションしかないということではなくて、さまざまなオプションがあるということを覚えておいてください。で、あと最後にですね、あの専攻科目、例えば私は一般教養で入った、でもやっぱり4年生まで行きたくない、途中で職業訓練コースに変えたい、それも OK です。これがですねコミュニティカレッジのいいところになると思います。以上がですね私のプレゼンテーションです。ありがとうございました。